ハムレットの原書、ハムレットの原書部隊とされたデンマークのクロンボー城内に掲げられているハムレットの石版、ハムレットはシェイクスピア作の悲劇。5幕からなり1601年頃に書かれたと推測される。デンマークの王子ハムレットが不王を毒殺して王位につき、母を日とした王子に復讐する物語である。正式題名はデンマークの王子。 ハムレットの悲劇で続くオセロ、マクベス、ディアオと共にシェイクスピアの四大悲劇の一つとされ一人の知識人の精神史を描いたものとして世界の演劇史上に特筆すべき作品と評される。およそ4000行でシェイクスピアの儀曲の中で最長である。主人公のハムレットについてはイギリスのロマン主義を代表する詩人、批評家で シェイクスピアを深刻化したコールリッチによる悩める知識人像が一般的だが近年は自己克服をした行動人ハムレットという解釈も有力である。ハムレットの話はハムレット伝説と言われる北欧の伝説が元になっており、デンマークの歴史家サクソグラマティクスが12世紀に書いたデンマーク人の自責にハムレット王子の原話が出ていてモデルになった。 アムレートの武勇が伝えられている。シェイクスピアに直接影響を与えたのは、イギリスの劇作家、トマス・キッドが書いた、スペインの悲劇という1587年頃、初演された儀曲とされている。また、研究者が、ハラ・ハムレットと呼ぶ現存しない儀曲があって、1580年代末に、ロンドンで初演されて人気があった、作者不明の作品がおそらく、シェイクスピアの、 ハムレットの直接の下敷きであろうとされている。原ハムレットの作者をトマス・キットと推定する説がある。王が急死する。王の弟クローディアスは王妃と結婚し、後継者としてデンマーク王の座につく。不王の死と母の早い再婚とで憂いに沈む王子、ハムレットは、重心から父の亡霊が夜な夜なエルシノアの城壁に現れるという話を聞き、自らも確かめる。 父の亡霊にあったハムレットは、実は、父の死はクローディアスによる毒殺だったと告げられる。復讐を誓ったハムレットは狂気を装う。王と王妃は、その変貌ぶりに憂慮するが、最初ポローニアスは、その原因を、娘オフィーリアへの実らぬ恋ゆえだと察する。父の命令で探りを入れるオフィーリアを、ハムレットは無下に扱う。やがて、王が父を暗殺したという。 確かな証拠をつかんだハムレットだが、母である王妃と会話しているところを隠れて、盗み聞きしていたポローニアスを王と誤って視察してしまう。オフィーリアは度重なる悲しみのあまり狂い、やがて溺死する。ポローニアスの息子レアティーズは父と妹の仇を取ろうと怒りを募らす。ハムレットの存在に危険を感じた王は、レアティーズと結託し、毒犬と毒入りの酒を用意して、 ハムレットを堅実試合に招き、密かに殺そうとする。しかし試合の最中王妃が毒入りとは知らずに酒を飲んで死に、ハムレットとレアティーズ両者とも試合中に、毒剣で傷を負う。死にゆくレアティーズから真相を聞かされたハムレットは、王を殺して復讐を果たした後、ことの天末を語り伝えてくれる、要親友、保冷賞に言い残し、この世を去ってゆく。 オフィーリア・ジョン・エヴァレット・ミレーがハムレットには3つの異なる印刷原本が存在しており、2つの4折り版を91と92、もう1つの2折り版を海1と呼ぶ。また、俗説としてハムレットに関係しているとするものがある。それは、下手でも、ハムレット役を演じれば人気が出るから下手な役者は、この役を解釈しきれず、オーバーに演じることから下手な役者ほど、 ハムレット役をやりたがるなどである。題名は突起したもの以外はすべて、ハムレット。ありがとうございます。